ドリームチェイサーです。今回はこちら、チョコエッグ。久々の在位に3種類、ディズニープリンセス、トイストーリー、そしてパーパトロールですね。こちらと、すみっこ暮らし、クレヨンしんちゃん、ピーナッツ、こちらの古田のチョコエッグを見ていきたいと思います。ではどこから行こうかな。在位にから行こうか。はい、久しぶり。クリスマスシーズンになったので、チョコエッグ、こちらの3連タイプのものもたくさん見かけるようになりました。今回はこちらの3種類ですが、またね、こちら気に入った人がいたらやっていきましょう。みんなどしどしコメント欄にコメントしてね。はい、こちらのディズニープリンセスから今回は誰が出てくるでしょうか。ビリ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 、ラッピングは、あ、白雪姫かわいいね。ピンクだ。はい、そしてこれはオーロラですね。ラストは、うん、シンデレラかな。さあ、じゃあシンデレラから見ていこう。あ、顔がビリビリ。このチョコは、在位にはホワイトチョコが内側にいないんですね。なので個人的にはこっちの方が味好き。はい、中のマスコットは全部マスコット。あ、違う、アリエルの？これは何だ？初めてかも。あ、リングです。しかもちょっと立体？なんか穴刺さってるのがちょっと気になるけど、すごい、ちょっとラバーパーツっぽい感じで作られてるのでいいですね。え、かわいい、見えますか？かわいいですね。うん、ストラップとか、ペンにくっつけるやつより、こっちの方が実用性高い。これいいなぁ。二つ目開けよう。え、かわいい！マスコットだけじゃないんだ。フィギュアっぽいのが出てくるかなと思ってたのに。今回はどうだろう。続いては、もう一個も。あ、こちらはベルです。ベル。え、今回こういう感じ？違うよね。こちらにリングも書いてました。でも、フィギュアもあるよね。え、フィギュアとこれっていう選択肢、すごく良い。ねえ、ベルも綺麗ですね。これでもいけるか。ああ、薬指でもいけた。じゃあ3つ目。え、1個ぐらいはフィギュア見たいけど、あ、でもこのリングの完成度結構高いからいいな。キャラクターのからもすごく可愛い感じに出てます。あ、三つとも指輪でした。ラストはジャスミンです。え、ジャスミンいいね、綺麗、可愛い。はい、三つ目もくっつけちゃったということで、今回は三つともリングでした。え、リングだったらかぶってもいいから、もっと欲しいかも。じゃあ新しいバージョンなのかな。いつも意外とこう、ね、フィギュアばっかり出てきて、フィギュアのお顔がちょっと微妙だったりっていうのもあったんですけど、このゴールドは本当はね、欲しくて買ったんですが、今回はこっちばっかりだった。え、でもいいね。またチャレンジしたいと思います。個人的には、絵柄はっきり可愛い感じが好きなので、今回のはかなりいい。じゃあ、トイストーリーはどうかな？知ってるキャラクターに出てきてほしいなぁ。これは、フィギュア多め。なんか、バズのパズルもあるの？パズルとか見たことないけど、出てくるかな？はい、ラッピングは1個目、バズ。2個目、あ、ウッディとフォーキー。3つ目、ウッディとフォーキー。さあ、誰が出てくるかな。お、誰かな。レックス。お、2つにパーツが分かれてるから結構尻尾長いね。え、入る。あ、こうか。はい、組み立てるとこんな感じ。ちっちゃいな、目ちっちゃくない？見える？
すごいちっちゃいけど一応目ありますみたいな感じになってる。で、手は前に組んだような状態ね。手がないって一瞬思ったんですけど、ありました。はい、2個目。2個目は誰が来るかな？お、2個目もフィギュアだよ。誰？ああ、なんだっけ？おしゃべり。いっぱいする子、ちょっと後で調べるね。いやー覚えてたのになー、あーなんだっけかなー、古田のチョコエッグの方にもねラインナップされてた子だった気がする。いやこれは、あ、もしかして来た、やったー、バズ、バズじゃないっぽくない、これエイリアンじゃないかな、パズルが出てきたー。じゃあパズル頑張ろう。一枚一枚は意外と薄めですね。はい、こちらの子はギグルマクディンプルズでした。もうね、どこが点々でどれが丸かわかんなくなるような名前ね。うん。いつもね、難しいってなってギグルってなっちゃってた子でした。パズルを組み立てるとこんな感じ。サイズ的には 4×4 で、一辺10センチ歩かないかくらいかな。だと思います。意外とね、この目にも惑わされるし、緑だし、難しい。バズの方がもうちょっと簡単だったかもしれない。はい。でもね、面白い。チョコエッグからこれは結構嬉しい。はい、こちらパッケージ、去年までと同じかと思ってたけど、もしかしたら違うかもしれないですね。セレブレーションモーメントで前もついてたっけか。はい、ということで、ちょっとリニューアルされてる可能性もありますので、みんなもね、手に取ってみてください。ではラストはパウパトロール開けていきます。キャラクターわかるかな？こっちもね、パズルがあるっぽい。やっぱこれは多分今年のバージョンですね。きっと。ここら辺のキャラクターとかは去年と変わらないんですけれども、プラスアルファで何か追加されてるかも。さあ、この中からは誰が来るかな？まずは、ラッピングの方から見ていこう。はい、これはチェイスだっけ？チェイスだよね。うん、と、これは、ラブルだったかな？ラストは、これはスカイですね。はい、ということで、こんな感じでわかりやすくキャラクター来てくれたらいいけどな。私、3匹、5匹ぐらいしかわかんないんだけど。さあ、お願いだ、知ってるキャラ来てください。お、いいね。これは、誰？はい、この子は、エベレストでよろしいでしょうか。ハスキーの女の子ね。合ってるっぽいよね。女の子はね、エベレストとスカイしかわからないんだけど、待っててくれてたらいいな。はい、続いてもマスコット。誰？あ、チェイスだ！よかった！わかるキャラクター。あ、かっこいいじゃん！キリッとしてます。もうちょっと顔がポニョッとしててもよかったかも。で、ラスト。こっちのキャラ来てほしいなぁ。お？はぁ！これは、こちらもパズルです。すごーい！あ、しかもこれ、スカイっぽくない？なんかピンクだもんね。よし、組み立ててみよう。はい、ということで、並べ終わると、こんな感じ。これね、この文字の部分が下だって思い込んでると、すんごい悩みます。え、パーツ足りないんじゃないと思って焦ったんですけれども大丈夫でした。こんな感じで組み立てることができます。
顔のパーツがね、大きめではっきりしてて、躍動感があってとっても可愛いです。このシリーズはちょっとね、集めたくなるかも。ということで、今回はスカイのパズルが入っていました。可愛いですね。では、在位に続き、古田のチョコエッグも開けていきましょう。はい。すみっこ暮らし、クレヨンしんちゃん、多め。さあ、すみっこ暮らしから誰が出るかな。はい。古田のチョコエッグはこんな感じで、ね、ホワイトチョコと2層になってるんですよね。なので、ちょっとね、チョコレートがしっかりめ。中のキャラクターは、今回は、ん？誰？トンカツ。パン屋さんのトンカツです。かわいいです。ほっぺがちょっと照れ照れしてます。パンにも顔がついてるのがね、すみっこらしくていいですね。二つ目、いきます。二つ目は、どれかな？お、山です。山と雑草とタピオカ。はい、こちらはね、山にしがみつくタピオカがたまらんのです。はい、雑草も楽しそうでいいですね。山は山でね、みんなにね、こう、好かれてて嬉しそうな感じで。足もちょこっとあるところがいいですね。すみっこ暮らしのシリーズはほんと可愛いですよね。で、前回、無事ね、トカゲ出たんですけれども、やっぱり、なかなかトカゲは出にくい。なので、ちょっとね、探していきましょう。これは、ペンギン！ペンギンのタピオカが一緒のやつ！はい、今回、タピオカの可愛さもやばいですよね。一生懸命よじ登ってる感じと、このお尻とかね、足の具合がたまらないです。可愛い。今回は、しんちゃんとすみこは6個ずつ用意したんですけど、続いては誰かな？被らないで出てきてくれたら嬉しいなぁ。追われてる。パキパキ。ね、カチャカチャ。誰だ？これはトカゲの、お魚パンを持ってるやつです。これは意外と来るんですよね。このトカゲもとっても可愛いです。レアなのは、鉛筆を持ったバージョンと、ニセツムリと一緒のバージョンかな。でもトカゲはね、人気だよね。残り、3つ。シークレットに今回も出会えちゃったりするかな？どうかな？お。どうでしょうか。とんかつ？の？パーン！かぶった。かぶらなくてラッキーと思ってたのになぁ。ん？おぉ。開いた。ん？またとんかつ？あー、こっちね。本日はとんかつデーでした。今度出てきたのはこちらのカップに乗ってるタイプになっています。結構カップの深いところまで、覗けるようになってるんですけど、その部分までしっかりこうね、とんかつの体の部分も見えるようになっているところが秀逸。ちゃんと入ってる感あってとっても可愛いです。フライカップに入ってます。はい、では次はクレヨンしんちゃんいきます。ラインナップ表とかね、散々見てるからね、大丈夫だよね。あ、しんちゃんは佐藤ココノカ堂デザインのエコバッグ&バスケットプレゼントキャンペーンをやっています。そして、はい、先ほどのすみっこはステーショナリーセットに応募できるキャンペーンをやってます。どちらも、こちら、バーコード2枚一口で応募ができるので、やってみてください。はい、ということで、しんちゃん1個目開けていこう。しんちゃんね、赤い忍者しんちゃんが欲しいんです。来て欲しいなー。ずーっと探してるんだよ。誰？爆発！安静ワクワク大決戦！はい、4番が来ました。はい。わーはははは、のポーズも可愛いですね。しんちゃん、裸でも服着てても何してても可愛いです。はい。いろいろね、ツッコミポイントありますけれども。まあ、可愛いからいいでしょう。続いて。
こには載ってないかな、赤いしんちゃん。このね、そのわけ忍者のやつなんですけど、来ないかなー、じゃあ欲しいなー。ただあー、これはいっぱいなんだよなー。 B 級グルメサバイバル、ほらいっぱい出るからしっかり名前覚えてます。はい、でもこのハチマキしたしんちゃんはかっこよくて好き、キリッとしますよね。3つ目、レアといえばブリブリザイモンもレアか、が欲しいかな。これは、あ、ひまわりと一緒。これも意外となかなか来ないやつ。暗黒たまたま大追跡。はい、困り顔ですが、しっかりとお兄ちゃんしてるしんちゃんがいいですね。今、抱っこされてます。手のところにこう差し込みパーツがあって、脇の下のところからこう支えてあげるようになるので、本当に抱っこしてあげてる感じが出て、とってもいいデザインです。あ、割れてる割れてる割れてる、バキバキ。あ、お、続いて軽いよ、なんだこれ。あ、アクション仮面だ、これもレア目。全然出てこないアクション仮面、やったね。お、完璧な感じのアクション仮面が来た。この前出た時のなんか微妙なやつだったので嬉しいです。はい、ということでアクション仮面ゲット。こちらはアクション仮面 VS ハイグレ魔王の一番のものでした。はい、赤いしんちゃん。ほんと来ない、ほんと来ないなぁ。お、これも割れてる。まだ買えるからね、しんちゃん。ワンチャンありますけど。誰だ？あ、おー、これは、この焼肉ロード。これもデザインがかなり素敵で、ちゃんとね、またがってるように、自転車が作られているのはとってもいいと思います。はい。すごいね、しんちゃん。チャリ焦げたんだって感じですけど、シャコシャコしてます。ラスト！今回もダメなの？これだ。来たー！これ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 、やったー！もののけ忍者珍風伝のしんちゃん、やっと来たー！めっちゃ嬉しい！やったね！はい、これにて、ね、コンプリートなんですけど、まだコンプリートできると思ってなくて、ちょっと買い足したものが残ってますが、やったー！これで心置きなくですよ。本当に嬉しい。ちょっとこのね、後ろのやつがたなびいてる感じがすごくいいですね。忍法ってしてますね。あったねー。ということで、しんちゃん、赤い忍者しんちゃんゲット。じゃあラスト、スヌーピー見ていきましょう。出るか出るかな。誰だ、あ、ぎっしり誰、チャーリーブラウン。チャーリーブラウン、ブカブカの大きめグローブが可愛いです。眠そうなお顔も可愛い、いいですよね。お次はで、あ、これは？これは？ああ、なるほど。アイスホッケーの中持ってんのかな？なんかスヌーピーのね、スタスタ歩いてる感がよく出てますよね。はい、こちらもとっても可愛いです。お、いい感じ。スヌーピーとチャーリーブランが出た。ラストは誰だろう？
レッドソック来るかな、来たらいいな。タイプライターの、これ珍しいやつ。もうなんて打とうかって考えながら、タイプライターの前に座ってるのかな。ね、打った速も一緒で可愛いですね。ちょんちょんってついてるお目目なので、やっぱ個体差って、ちょっと微妙な時は微妙なんだけど、今回は当たりっぽい。両方どちらから見ても可愛いです。はい、というわけで今回は、ザイニとフルタのチョコエッグ、いろんな種類を一気に紹介してみました。いかがだったでしょうか？では、次回も楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。